い、皆さんこんにちは、わなりぐるしです。戦国バサラ真田幸村伝ですね、続きをやっていきましょう。前回までにですね、第3章の六文銭誕生までプレイしてますので、今回はその続きですね。第1次上田合戦徳川来襲、こちらをやっていきたいと思います。では早速始めていきましょう。第4章第1次上田合戦徳川来襲。武をもって天下を治まる魔王織田信長の悪逆ともいえる諸行の是非はともかく、その武によって長く続いた混沌の時代は収束に向かいつつあった。しかしその魔王の体は家臣であった明智光秀により本能寺の豪華へ投ぜられ、その夢は幻のごとくに消え去った。信長亡き後、天下の趨勢は光秀を破った豊臣秀吉へと傾くが、それに伴い日の本は再び戦乱の世に舞い戻ることとなる。一方、信長の魔力に魅せられた信行の仲立ちにより一時的に織田へと服属していた真田家は、信長の死でにわかに勢いづいた北条、上杉、徳川に丘陵たる上田の地を脅かされる。そうした中で幸村、そして真田家は今まさに進むべき道の選択を迫られていた。はい、というところで、プレイの方を始めていきましょう。プレイアブル武将は正幸と信幸になってますね。では、それぞれ、進化させていきましょう。信幸の劇がレベル5なので、これを、まずはレベル10ぐらいまで上げていきましょうか。ちょっとね、集中的に同じ型を上げていきたいと思います。で、正幸も型を12まで上げていきましょう。こんなところでいいかな。さあ、ではいきます。これで出陣していきましょう。上田城主真田昌幸殿に次ぐ信長公亡き今、もはや真田にはこの戦乱を生き残る力はない。なれば道はただ一つ、直ちにこの城を明け渡されよ。はい、ここで真田ブラッドを駆使して戦えというのが出てきましたね。 L2 ボタンで操作武将を切り替えろと出てますね。交代マークがある章では L2 ボタンで真田ブラッドを使用して離れた場所にいる武将と操作をうまく切り替えながら戦おうということになってます。橋を防衛せよ。羽橋装置を狙う敵兵を撃破して4つの橋を守り抜け。羽橋当主の耐久値がなくなると上田城にかかる橋が下ろされて敗北となるとなってますね。なので、羽橋装置の付近に敵が寄ってきたら、正幸信幸を切り替えながら戦うという感じになるんでしょうかね。ちょっと早速やってみましょう。真田はわしが師と仰ぐ信玄公の求心、悪いようにはしないと約束する。まあ、ここもがむしゃらに戦っていくしかないかなと思いますので、ある程度数を減らしたら今ここに誰、占領隊長がいるな。こいつ殺したわけじゃないですね。すでに徳川軍は城を取り囲んでおりましょう。いかがなさる。占領隊長にそうさな、成立されなければ問題ないですね。家康は信玄公も一目置いたほどのもののくだ。器は確かさ、秀吉に並び立ち天下を競うのはやっこさんともいえる。では
徳川も下りますか。そいつだけはごめん、こむるね。徳川につくのは構わない。でバサラ技を発動して、おお、今 L2 が使えない。今信行サイドで起きてますよね。よし、これで切り替えて占領隊長を殺しておきましょう。技術の策に惑わされるな。数で囲み押し潰せ。わしはかつて味方ヶ原で信玄公に敗れ、初めて己の小ささを知った。そしてこの世界の広さ、以来信玄公は我が心の師、父が残した信濃の海の地を秀吉殿の拳から守れるのはわしだけだ。やれやれ。おっと、ボケっとしてる間に罪作りなお人だね。占領隊長が攻撃してるな。殺しておかないといけないですね。これちょっと油断してると結構あっという間に占領隊長が寄ってきちゃいますね。親方様の思いを継いだ約束の血を、大丈夫なのかこれは。やめなさいと。でここで切り替えて、正幸は何してるんだって感じですよね。これおお、危ない危ない、やめなさい、直ちに橋を破壊するのをやめなさい。占領隊長はこの一人で何してるんでしょうね。真田信行、なんという剛力。親父殿はここでまたブラッドを使ってこだわり、我ら真田の道を危うくするおつもりか。小さき道だと。さよ、亡き者の意を継ぐ道はあれど、その道が歩みを妨げ行く末を惑わすならば捨てるべきだ。ここにもいたかい、ずうたいばかりの鼻垂れが。せがれ殿とは一度膝つき合わせて話し合わにゃんならんな。さあここでまた手間がブラックを使って、総理温めるより簡単じゃ。そん時はお主と雪村と親子三人、湯にでも浸かりに行くかね。占領隊長を始末しておきましょう。隠し湯をさ、やめなさい。くん、ひるまず押せ。我が軍の勝利は目前ぞ。まもなく援軍も到着する。お前たちに勝ち目はない。これが最後の勧告だ。直ちに降伏せよ。さあここでバサラ技を使い、真田ブラッドを使ってやめろ。金貸しを、誰かそれ以上殺すな。雪村の元へ。ここで雪村のところになりますかね。上田城に急げ。なんだ開始、障害物を避け馬でかけろと出てますね。左側のアナログスティックで左右移動で、×ボタンでジャンプですね。で加速ニンジンを使うとスピードが一気に上がります。じゃあやっていきましょう。ぎ、親父様からの伝令では敵方の増援までもはや猶予もなし。急がねば。風よりも早く。変な感じで障害物が出てくるんだろう。しかし、親父様が申していた通りの事態となった。徳川殿が天下を望むならば必ずや上田を攻めると。徳川殿は義のあるお方、そう信じていた己の未熟を恥じるばかりにござる。今や戦国の頃を再び世に燃え盛らんとしているのか。敵衆、真田の援軍か。通すな、そやつを通すな。ほい、妙だ。ほい、増援にしては敵の数が少ない。ほい、だがそれらしき隊も他には見当たらぬ。ほい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 。これ結構スリリングだな。まだ半分来てないのか。だいぶ
頑張ってる感じはあんだけどな。ほい、いいのか悪いのかわからないですね。初めてなんでこれが。だいぶ蹴散らしてる感じはするけどね、馬で。ほい、おっと、おっと、あ、食らっちゃったね。ここまで順調に来てただけにもったいなかった。ただここに来てかなり複雑になってるな。グハ、よいしょ、かなり操作が難しくなってきてる。何につまずいたんだ今。よし、これでもうすぐ終わるぞ。ほい、これは成績的にいいのかどうかが全くわからん。作戦通り、上田城要所へ攻め込むのだ。よし、やってくれたか、戦す。これで勝敗は決した。正幸殿、決断を。文字通り、ふつで割った連続筆か。いやー、参った。いくら小せがれ殿でも、こいつは防ぎようがないね。ここまでか。おや、なしくないね。これ式の劣勢、せがれ殿なら一蹴りで散らしてくれるってなもんだろ。そのように俺や雪村を頼みにして地を這い進むがあなたの道だ。いいな、進んですらいない。激動する力に翻弄して、信行と正幸の間が非常に険悪な感じになってますね。うわ、でかいやついんな。それが真田正幸という男の本性だ。それはまた随分と厳しいね。だがそういう話は連中を片付けてからにしようか。やめなさいと。うわ、いかついやつにな。やめろ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 。真田方は混乱しているぞ。攻めろ攻めろ。大丈夫なのか。信行のが圧倒的に攻撃力が高いよね、やっぱり。正幸に比べると。親父殿には信玄公の意志を継ぐほどの器量はない。巨大な流れに逆らい、己が道を行く力もない。いい加減にせんか、信行。このままでは真田は弱き者となる。弱き者は新しき世を前に滅ぶ定めにある。そこまで申さば、せがれ殿。お主に問おう。わしが弱き者だとして、強き者とは誰だ。いかなる力にも屈することなく、己が道を前へと進む者よ。織田信長のようなか。そうだ。そして徳川家康もまた強き男だ。こう、家康の。だが奴は信玄公を師と仰いでいるのではなかったか。ならばわし同様、
お主の言う小さき道にこだわるものではないのか。違いが分からぬと申される。その事実が先へ進まぬものである何よりの証。このまま道半ばでとどまれば真田は滅ぶ。だがそうはならぬ。この能力が許さぬ。ダメージを受けてるけど大丈夫か。でも今は無駄かね。目指すは天下の頂なり。オフルは名打ての。手より語るはとある男の物語。在りし日に出会った一人の男は、その愛は優しく強く表し、握った拳は見定めた。信行、是非に及ばず。よしよし、なんとかなったか。俺は先へ行く。誠の道を走り、日の元を照らす誠のもののふとなるために。誠の道ねえ。たく、どこでどうたがえたのやら。さらばでござる、親父殿。ここで信行と正行が早くも袂を分かちましたね。実際にはあの関ヶ原の戦いのところでね、西軍東軍で分かれますけど。はい、というところで第1次上田合戦徳川来襲プレイをいたしました。いかがでしたでしょうか。物心伝心3回発動はちょっとできなかったな。まあ1回はねやったの覚えてるんですけどね。お、雪村が固有技烈火炎を習得しましたと出てますね。前段秘話とかもね、あの時間ができたらやっていきたいなとは思いますが、とりあえずここではね、第4章ということで第1次上田合戦徳川来襲をご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。次回はですね、第5章小田原の駅白木再開をプレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。